ご視聴ありがとうございますこれよりお届けいたします作品は野村古道作池田大輔鳥物全集第7巻より五人娘の行方この作品集は1955年に刊行されたものですそれでは本文をどうぞ 第一章池田様、芝明神様の近所に娘さらいが流行って大変な騒ぎになっておりますがまだお耳には入りませんか」「老厚な御用聞きの源太がその苦渋な顔を一層苦渋にしてお好き屋橋御門内南町奉行の役宅にその頃勝手勤めの与力と言われている 池田大を訪ねてきました享保12年の春池田大輔は27になったばかりお隣の松平阿波の神様お屋敷からは塀越しに早咲きの梅が覗いてやがて鶯のささなきも聞こえそうな暖かい日和ですそれは初耳だが娘をさらっていくのは 親の嘆きも思いいやられて憎い仕業だな。どこでどんなことがあったのだ池田大輔は縁側の日向にかけている玄太の前へ自分で座布団を持ってきてこう斜めに相対したのです。天下の名奉行大岡一伝の守が町の往来で板倉ごっこをやっている理髪な少年を見いだし 自分の手元に引き取って育てたのがこの池田大輔でそれは物の本や講談などにも伝えられおけやのせがれの大輔が後に大岡越前の神の養人に取り立てられ大岡さばきの影の功労者になったことはあまりにも有名です土地の下引きももてやましておりますあんまりやり口がにくいから 一度ぜひ池田様にご出役を願ってくれとこう申しておりました「よし行ってみよう」が、まあ、一応お前の話を聞いた方がいいな池田大輔は打ちくつろいだ形になっておみのの持ってきたた茶に喉をししましたかつては両国の小屋で軽業の女太夫として鳴らしたおみのですが池田大輔に助けられ そのお長屋に引き取られ、何かと忠実に仕えている美しい娘です。あしが申し上げるより、さらわれた娘を一件一件ご自分でお尋ね下すって、間違えのねえところをお尋ね下すった方がよろしくはございませんか。なるほど。人づてに聞くよりその方が良さそうだ。今まで何人ぐらいやられているんだ。わかっているのは、若くて可愛らしい娘ばかり、 四人でございますが他にも金をやって娘を取り消したが脅かされて幸難を恐れそのまま黙ってしまったのが一つや二つはあることと思いますそれもありそうなことだな美濃支度をしてくれはいお美濃はつつましく答えて手早く外出の用意に取り掛かりますもう二十歳近いはずですがいつまでもういいしく 大助のためには骨身を惜しまぬ忠実ぶりはかつて女かる技の人気者で江戸中部の人気を沸かした娘とは思えません。大将、どこへ行くんだ。大きな取物ならおいらが行かなくっちゃ。外から木戸を足で開けて雨箱を鳴らしながら入ってきたのは池田大輔にとっては何よりの助手、雨屋の千太郎でした。 取って十五、威勢がよくって、まけ惜しみが強くって、万一の時は、江戸中の雨屋の小僧。千太に言わせると、それはみんなこぶんだそうですが、それをいっぺんにゴレして、大長方もをはったり、足取りを取ったりするので、池田大介には、なかなかの結構な手したです。千太さん、殿のさまからちょうだいのおかしがありますよ。おみのは、 飛んで行こうとするセンタを呼び止めましたお菓子もありがてえがそれよりは取り物の方が面白えよまた来るぜよ皆さんそんなことを言って池田大輔と源太の後を追う仙太郎です街は春風少し冷たくはあるが良い日和です第二章最初に行ったのは三島町の小間物屋 よろずや吉五郎の店でした。源太が先に立って主人の吉五郎に耳打ちすると50年配の中老人の吉五郎は「え恐れ入りますご高名な火田様がわざわざおいでくだすっても私どもの娘のお咲は幸い無事に戻ったことでもあり何にも申し上げることはございませんが」。よく光る酒かきをなでながら ひどくもじもじしているのです多分肝心の娘が帰ったことでもあり余計なことを言って悪者に恨まれたくないといった江戸のコアキンドに共通の極端な事なかれ主義のせいでしょう。だがなとっさんお前さんのところの娘は無事に戻っても何和わ屋の娘はまだ消えらねえそうじゃねえか悪人が増長するとこの後もまだ。 悪事が続くかもしれねえみんな池田様に申し上げて悪いやつに思い知らせなきゃならねえよ源太が苦渋な顔に似ず穏やかに説き進めますでは申し上げましょう明けて去年の暮れの十三日すす払いの日でございました娘のお先は十三と申してもわがまま育ちで邪魔になるばかり何の役にも立ちませんので 昼過ぎから神明様の境内にに遊びにやりました。ご近所でも同じように子供さんを遊びに出したようで境内は大層にぎやかだったそうでございます池田大介は黙ってその先を促しました店火鉢を囲んで刺客3人雨屋の千太郎は店の外に見張っており店の蓮の中にはちらちらする赤いたとそれは 噂の主の娘おさきが自分のことを話されるのを心配してそっとのぞいたり隠れたりのれんに絡んで所作をしているのですそれはいかにも美しい娘でした目の大きい霜膨れのかわいらしい唇の曲線など一さらいの悪者のねらいがどこにあったかもよくわかるような気がします境内に、 大勢の子供たちが集まって遊びが面白かったのでしょうつい遊びほうけてしまって暗くなってから家へ帰る気になったそうで寂しいところを学寮の横まで来るといきなり頭の上へすっぽりと風呂敷をかぶせられ横抱きに抱き込まれてどこかへ連れて行かれてしまいましたあんまり驚いて声も出なかったそうです「本人から聞きたいなそれからどうしたのだ?」 池田大介は店のれんの陰にチラチラする娘を招きました「ここへおいでよ怖いことはねえ」源太も口ぼそえるとおきは恐る恐る店へ顔を出しますお前を横抱きにしたというのはどんな人だった知ってる人じゃなかったのかおきは黙って頭を振りました男か女か若いか年を取っていたか それぐらいの検討はついているだろう。タバコの匂いがしました。恐る恐るお先の言った言葉が思いのほかの結構な手がかりです。タバコの匂いか。何か物を言わなかったのか。言いました。黙っていろ。声を立てると殺すぞと。聞いたことのない声か。ええ太いじゃがれっ声でした。それから私は怖くなって黙っていると。 どこかの家へ連れ込んで近かったのだな。ほんの少し歩いただけで家の中へ入ると暗がりの中で顔をかけた風呂敷を取って目隠しに変えられ手足を縛って押し入れの中へ放り込まれました。どうして押し入れとわかった？不都やなんかいろいろのものがあるんですもの。声を立てられなかったのか。声を立てたらすぐ殺すぞと巻きバラをチクチク突かれるんですもの。 あいくちかなんかでしょうあで見ると少し血が滲んでいました相手の姿は見なかったのか家へ入ってからは人が変わった様子もないのに今度は女の人が世話をしてくれましたでも目隠しは取ってくれないし時々若い女の声もしたようだけれど何にもわかりませんおさきはその時の恐ろしさに身を震わせるのでした その女に心当たりはないのかおさきは頭を振りますなんか聞こえたものはないのか金の音が聞こえました増上寺の鐘だな悪者の巣はこの近所だったことは疑いもありません 第三章この娘からは大したことが引き出せそうもないとわかると大助はもう一度父親の吉五郎の方に向き直って言い尽くさないことを掘り下げますたった一人の娘で夜になっても夜中になっても帰らないので随分騒ぎました母親などはもう娘が死んだものと思い込んで大病人同様何の役にも立ちません そのうち近所の衆も来てくだすって、神明様の境内から町内くまなく探してくれましたが、どうしても見当たりません。諦めかねて夜が明けると、店先に娘の赤い巾着に結んで、半紙一枚に書いたこの手紙が放り込んであるじゃありませんか。吉五郎はそう言いながら、奥からくせ者の手紙を持ち出し、しを伸ばして、 大のの前に広げるのですその文句は「娘を返してもらいたかったら14日の宵のうちに小判で5両神明様の大灯籠のホ屋の中へ入れておけこのことを人に漏らしたり小判を入れておかなければ娘の命はないものと思えこの手紙に嘘のない証拠に娘の巾着を添えておく」とこう書いてあるのです。 手紙は難しい四角な字も混じってひどい悪質ですが右肩の上がった恐ろしく力み返った筆癖です。でお前は手紙で脅かされた通り五両の金を神明の大灯籠に入れておいたのかしばらく沈黙の後池田大介は顔を上げました致し方もございませんわしのように小賀金土にとっては 五両の金も容易ならぬ高でございますが、娘の命には代えられません。誰にも相談をせずに、私一人だけそっと行って、石灯籠の小屋の中へ五両の金を紙に包んで入れておきました。それから、お社の前で、娘の安泰をお願いして、まっすぐにうちに帰りますと、驚いたことに娘はもう、家へ戻っているじゃございませんか。 聞くと目隠しをしたまま押し入れから引き出され夕べの通りに横抱きにされて少し歩くともう神明様の前だったそうで「足数を勘定しなかったのか」「帰りには途中から気がついて勘定してみました」「六十八あったようです」「でもその前の方はその倍くらいはあったようです」「お先は即座に答えるのです」「取って重視になったはずのこの娘は」 見かかけよりりははるに知恵があ「そうですそれで?」「下へ下ろされて後ろを振り向かずにまっすぐ行け」と太い声で言われましたその通りに三重ばっかり歩くと羽目板に突き当たりました目隠しを取ってみるとそれがうちの入り口のところ路地の外の羽目板だったんですおきの話はこれで終わりました。家へ帰ってみると 娘が無事で戻っているので肝を潰しました。娘の無事な顔を見ると、五両やったのがバカバカしくなって、神明様へ引っ返して灯籠のホヤの中を見ましたが、素早い野郎で五両の金はもうなくなっていましたよ。そう言って吉五郎は苦笑いするのです。小判を包んだ紙は、古い帳面から引きちぎったもので、 それだけは灯籠の中に捨ててありましたよ。そこでもう一つ聞きたいが、お前のうちを恨んでいるものはないのか池田大輔は問いを新たにしました。先代からここでこの商売をしておりますが、人様の恨みを買った覚えはございません。吉五郎はブルンブルンと頑固らしく首を振るのです。他に気づいたことは 娘が目隠しをしていた手ぬぐいがあります。これは間違いもなくく者のもので、取り出したのは花見手ぬぐいらしい派手ながらの手ぬぐいで、見覚えは少しも心当たりはございません。多分どこかの花見の連中が揃いに染めさしたものでしょう。借りてゆくよ。ええ、どうぞ。それから、く者は身近なものに違いあるまいから、 念のため吉五郎の不服らしい顔をするのも構わず大助は店から入って狭くて暗いうちの中を念入りに調べるのでした女房は用事があって外へ出たとやらで留守店をのぞけばたった二間と台所で隅から隅まで見たところで大した手間もかかりません第四章二軒目は 神明様の門前詳しくは七賢町の鳥居の傍ら少し路地を入ったところに住む小唄と三味線の師匠お勝という年島でした四十前後の大柄な愛想のいい女で一人娘のお春というのが押し詰まった二十七日にさらわれ二日目には取り戻したというこれも十五になったばかりの 顔だけは可愛らしい娘です娘がさらわれた晩私は家賃のことで大家さんのところへ参っておりました大みそかも近いのにこんなことを申せた義理ではありませんが六つたまった家賃を一夜明けてせめて松が取れるまで待ってくださるように手をついて拝んで参りましたお勝は決まり悪そうに打ち明けるのですこの名前の通り勝ち気らしい女が。 あれだけのことを言うのはよくよくだったでしょう。その間誰が留守をしていたんだ。酔いの淵でもあり時々そんなことをさせますので娘を一人置いてまいりました。慣れておりますので大して気にもしなかったのでございます。ようやく大家さんにうんと言わせて半時ほど立って戻ってみると娘の姿が見えないじゃありませんか。びっくりして探すと 流しのの猫板の上に変な手紙が載っているんです私も金文字ぐらいなら読めますけどあんな四角な字は読めそうもなくもう一度大家さんのところに引っ返して読んでいただくと私のような貧乏人にまあなんということでしょう娘を助けたかったら五両の小判を新明様の灯籠のほ屋に入れておけと言うんだそうですそれを出したのか 家賃さえ出せない私にそんな大金があるはずもありませんでも娘の命には代えられませんから家賃のことでいい加減気を悪くしていなさる大家さんに泣きついて3両の金を借り出しあとは着物を売ったり命から2番目の大事な三味線まで七に置いてようやく五両の金をまとめその晩のうちに新明様へ持って行って灯籠の中へ入れました娘は くる朝早く無事で戻りました私が気をもんで神明様の境内から町内いっぱい七地街のようになってよっぴて飛んで歩いてへとへとにくたびれて家へ帰ってみるとこの子はまあゆんべのままの姿で床の中に潜り込んですやすや眠っているではありませんか私はもう腹が立って腹が立っておかつはそう言って」。 ののすをりるでお春は決まり悪そうにもじもじしておりますがなかなかの美しい器量を持ちながら知恵の方は一つ年下の小間物屋のお先などには及びそうもありません。お前は何か気のついたことはないのか私はでもでもよく寝るんですもの。にやりと笑った白チビ 目鼻立ちの整った美しさに似ずそれはうつろな青白い笑いでしたおそらく母親の留守に眠ったところをさらわれ明くる朝眠ったままで元の床の中に返されたのでしょう大介は一応うちの中を見せてもらいましたなるほどいかにも貧しそうで一応派手には暮らしている様子ですがちょうども着物も恐ろしく薄手で 目に立つつもものは一つもありません少しばかり気になったのは娘のお春の愚かしさに似ず母親のおかつは相当の知恵の持ち主らしく物の本なども少しはあり小机の上に小唄や浄瑠璃の本と玉片などのあるのが目につきます帰り際に玄太は池田大輔の耳に何やらささやきましたほう。 そんなこともあったのか。池田大輔が驚く隙に、玄太はおかつとの間に新しい掛け合いを始めました。ねえ師匠、おめさんは昔、何はやの難儀だったそうじゃねえか。まあ、決まりが悪い。そんな昔々の昔のことを。今じゃかかり合いがねえのか。もう十七八年も前のことで、世間様はとにかく私は忘れておりましたよ。 私は芸ごとに熱心なため、めにうとまれてなにわやを追い出され、しばらく深川で暮らしておりましたが、芝という土地が恋しく舞い戻って、ここで交代や三味線の師匠をしております。お春は何はやを出てから、私は2度目の夫を持ちましたが、それも5年前に亡くなりました。 第5章さらわれた娘の3人目は役者くずれの又七郎の妹のおゆきでした。又七郎は以前手ごろな小山だったということですが門地がないために四十近くなっても浮かび上がりそうもなく腹を立てて師匠に縁切り状をたたきつけ芝の宇田川町に小さい店を開いて。 紅おしろいや油類を売って細々と暮らしているのでした妹の雪がさらわれたのは今年になってから松が取れて間もなくでした19のヤクという女盛りのくせに遊び癖があって気が向くと夜でも夜中でも飛び出すのでその晩も友達の家へ行った帰り 神明様の門前ですれ違った男に横腹を殴られその上風呂敷をかぶせられて気の遠くなったところをどこかへ連れ込まれたんだそうです役者崩れの又七郎はお白いやけのした青黒い顔を少し大げさに歪めてこう話すのでした「昔は役者であったにしても足を洗って貧乏くさく暮らしていると」と 世にも影の薄い存在です妹が目を回して連れ込まれたのは皮肉じゃありませんか。神明様の後ろの社務所の物置だったというから人をバカにした話で。でもわしのところへは凄ご文句の手紙が来ましたよ。バカバカしいから鼻を噛んで捨ててしまいましたが。文句はどんなことが書いてあったんだ池田大輔は。 この虚無的な役者崩れの男に胸の悪くなるようなものを感じながらともかくも問いを進めます。金を5両出したら妹を助けて返すというじゃありませんか。バカバカしいにも程があったもので。朝から晩までこの足と喧嘩ばかりしている妹の命を五両で買えとはよくも抜かしたもので。足は鷹をくくくっって放って放おくと くる日の夕方妹はのこのこ帰ってきたじゃありませんかおかげでわしは五両の無駄を免れましたがそのかわりこれからも妹の金遣いの荒いのに悩まされなきゃなりません今度はこっちから妹の体を三両でも五両にでも叩き売りたいと思っていますよまた七郎の言葉は池田大輔をひどく憂鬱にしました 家屋の子に生まれた池田大輔でもこんな生活と道徳は想像も及ばなかったのですそこをいい加減にして池田大輔は健太と仙太を連れて浜松町の浪速屋に向かいました街道筋の大きな酒屋主人の治兵とお上のお蜜は池田大輔を奥の一間にとぼしてしおれ帰っております旦那様 娘のお園がさらわれてから今日で三日になります金で済むことならなんとかなりますがこの様子では主人の治兵の顔は暗くなるばかりです何速屋の主人治兵はもう五十年配内儀のお蜜は四十二でたった一人娘のお園を三日前の晩せわしさに紛れて一人で奥の八丈に寝かしておくと。 ごぼうう抜きにさらわれたというのです「まだ酔いの愚痴でした。早寝の子供を寝かしつけてわしは店へ行って手伝いをし四つ過ぎにいつものように子供を寝かしつけている部屋へ来てみると床は空っぽになって娘の姿は見えないじゃございませんか」。難儀のお蜜は涙とともに語るのです。 どんな恨みがあるか、それとも金が欲しかったのかもしれませんが八つになったばかりの娘のお園を床の中から引っこ抜いて一体どこへ連れて行ったのでしょうおみのおつはそこに門わかしのくせ者がいる予ぼに張り切って詰め寄るのでしたでそれから手紙が参りました娘を助けたかったら小判で十両を。 神明様の灯籠の中入れておけとその通りやったのか大金には違いませんが十両と娘の命は変えられません言われた通り小判で十両の金を明くる日の晩神明様の灯籠の中に入れておくと金は一晩のうちに亡くなりましたが娘のお園は戻ってきませんそればかりか三日目の今日は こんな二度目の手紙を店へ放り込んでありました主人の辞兵はそう言いながら半紙一枚に書いた二通の手紙を見せるのでした例の四角な文字を交えた恐ろしく下手な文字右肩上がりの癖も池田大輔には見ない先から分かっております最初の手紙というのは小間物や吉五郎のところで見せてもらったのと 全く同じものですが2度目の今朝来た手紙というのは「金は十両確かにもらった」だが「なにわ屋は金持ちだ」「十両ばかりの目腐れ金で娘の命を助けてやるわけにはいかない」「改めてもう十両」「神明様の灯籠へ入れておけ」「わかったか」「どんらん極まることが書いてあるのです」で「で娘は帰らなかったのだな」 悔しいいじゃございませんか。二十両欲しいなら最初から二十両と言えばいいのにこんな人じらしなことをしておみのおみつさえはがみをして悔しがるのですあんまり尺に触るから今度は金を入れてやらないことに決めましたよ油屋の又七郎などは最初っから悪者をバカにしきって金も何にもやらないのに妹のおゆきさんは ののこのこ帰ってきたといいうぐららですから主人の自兵はもってのほかの首を振るのです酒屋の亭主にはそう言いありませんが潔腹の立派ななかなかのいい男で金のある中年者の自信でどこか一国らしさもこの男の強みですお上のお蜜はさすがに夫の強情を持て余している様子ですがそれでも立ってとは言いかねるのでしょう。始終少し過ぎの 少し華奢ではあるがこれも立派なお上で若かった頃の美しさが忍ばれます第六章池田様これで門岡氏のくせ者が分かりしませんか帰る道々御用聞きの源太は池田大輔の気を引いてみるのですいや難しいな見当はついたつもりだが人間の企みの深さに比べて 人間の探索はなかなか行き届きはしない。池田大輔の答えはしみじみとしておりました。このまま帰っちゃ尺だね。なんかやらかすことはないのかな。大丈夫。飴屋の千太郎までが悔しがります。人も投げた誘拐魔はいかにもつらにくい悪行ぶりです。お前は後に残ってせいぜい噂をかき集めてくれ。 それから神明様の灯籠のあたりを見張るのだ。誰かあのあたりでうろうろするものがあったらその後をつけていくんだ。手を出したり声をかけたりしてはならない。いや、お前が言ってあのあたりをうろうろしては人目につくだろう。センタ一人の方が無事でいい。それ見ろこんな苦虫を噛みつぶしたような面をさらしちゃう相手は熊坂の長藩だって寄りつくもんか。言ったなセンター。ゲンタは 原稿を見せましたがセンタは早くも身をひるがいして元の神明様の方へ帰りますそれから不安な日は一日一日と経ちました池田大輔は事件を気にしながらも紅葉で忙しく原太は毎日島まで足を運んでその後の経過を気にしましたが何の新しい発見もなくそのまま三日目の日を迎えたのです その日の日朝、久しぶりで顔を見せた雨屋のセンタは「大将今帰ったよ何か見つかったかもう、まあ、入れ」庭から入ってくるセンタローを池田大助はいつものように縁側に迎えました寒い朝ですが冬の日の入い込む南縁は時が経つと少しずつ暖かになります「ここでたくさんさ朝飯はお勝手に回っておみのさんに頼むよ」 ところでと、神明様の石灯籠のそばに三日たっていたが、誰も来やしないよ。近所の子供も、門分かし騒ぎで親たちがやかましいから、兵隊へ寄りつかないしただ時々、鳥居前の路地にいる師匠のお勝さんが、遠くから声をかけて、雨屋さん、お気の毒だね。池田様の申し付けでも、一日一杯見張っていちゃ疲れるだろう。時々は、私の家へ寄って、茶でも飲んでくださいなんて、 お世辞を言っていたよ。それで、お前は言ってやったのか喉が渇いてなわないから、二三度言ったよ。あの女は昔、何和屋の女将さんだったんだってね。秀をよしで芸がうまくって、浮気で男をこしらえて、十七八年前、何和屋から追い出されたんだってさ。忍者の年寄りは話してくれたよ。お春という少し知恵の足りない娘は、その色男の子なんだって。 男屋に似た娘で器量はいいが人間は甘すぎるって言っていたよ。話はそれっきりかそれっきりさ。それから何は屋の女将さんのおみつさんの評判は大したもんだぜ。何は屋の新生の太るのはあの女将の愛嬌と働きのせいだって。大戸島を通り越した中婆さんだが青も人柄も立派だよ。もっとも体は師匠のおかつの半分もありゃしない。 お師匠は浄瑠璃の字があるんだってね。体も立派だが、声もいいそうだよ。あ、それから、小間物屋のお先の目隠しをした手ぬぐいは、去年の春、芝口の花見の連中が染めさして配ったものと分かったよ。他庁へは出ないと言うんだが。センタの報告は、そんなことでした。 第七章そのあくる日雨屋の仙太郎はおすきや橋の池田大輔の長屋に鉄砲玉のように飛び込んでまいりました大将えらいことになったぞ何がどうしたんだよ仙太気合わせていた源太が庭口に飛んで迎えると「何速屋の店先ゆうべ死骸を放り込まれたんだ死骸を?」。 幼なとかいうかいらしいのが姉妹殺されているんだぜ。おいおい、空本当か。源太も驚きました。何はやが二度目の重量を出し惜しんだにしても、まさか八つになる娘を殺すような鬼みたいなことはしないだろうと少し相手を甘く見ていたのです。池田大輔はそれも聞くと源太と千太郎を促して。 朝の寒々とした町を芝まで急いだことは言うまでもありません浜松チョボの酒屋街道筋をにらんだ表通りの何速屋もその日は不気味なそぼそぼしさに店中の者は転倒しておりました池田大輔がわざわざ失約したと聞いて「池田様わざわざ恐れ入りましたでも何もかも手遅れで」 娘はとうとうこんな姿になってしまいました主人の自兵は涙を飲みながら大助の一行を奥に案内します気の毒であったな大助は自分が腹の中で非難されていると知りながら素直に受けてこう答えるほかはありません池田様やはり二度目の十両をやって 娘を助ける方ががかったと思いますが大介もそれには答えようはなかったのです南町奉行好きより企画の池田大介にとっては何が何でも悪人に悪を遂げさせるわけにはいきません奥の一間にはお上のお蜜が娘のお園の死骸を抱いたり撫でたり寝かしたり半狂乱の悲嘆でした 娘は「この通りりのの姿になりました。この敵をどうぞ池田様」言うこともしどろもどろで涙に現れた苦悩の顔を上げると大助もつい目頭が熱くなります「今朝小僧が戸の王戸を開けると店先の縁台の上に娘の死骸が転がされていたそして驚いて解放しましたが」。 氷のように冷たくなっても目の下しようもありませんたった八つになったばかり私には一人娘でかけがえのない跡取りですがですから私はたとえ十両が五十両でも金をやった方がいいと申しましたがおみつは娘の冷たい方に自分の方を押し当てながら 再もなく泣くのですどれ見せてくれ私には腑に落ちないことがある池田大輔は女将を押し合って花模様のかわいらしい布団の上に寝かした娘の死骸を調べました八つにしては背の高い方で両親に似てなかなかの器量よしその寵愛も思いやられます源太 お前の慣れた目でこの子の様子をよく見てくれ首を絞めて殺した者には違いないが顔にも体にもところどころにまだらができてまぶたも舌もひどい変わりようだことに下側になっている背中から尻へかけて紫色になっているじゃないか寒い自分だから死骸は長く持ってはいるがこれは殺されてから五六日は経っていると思うがどうだ 池田大輔はこう言い切るのですその通りですもずも随分死骸は見ましたがこの寒い時効に一日や一晩でこう変わるもんじゃありません元太の慣れた目にはめったに狂いはないはずですするとご主人いやおないにもあまり心を痛めるまでもないだろう一人娘の殺されたのは諦めようのない嘆きだが殺されたのは 五六日前で多分さらわれた晩かその明くる日だろう最初の十両を受け取る前にくせ者はもう娘の命を取っているのだ二度目に百両千両の金を積んだところで娘は生きては戻るまいそれは本当でしょうか池田様念のため医者に見せるがいい 二度目の十両を出し惜しんだために娘が殺されたのでないと分かればご主人もおいにも少しは気が軽くなるだろう。自兵夫婦は黙って顔を見合わせました娘の非業の死を嘆く心に変わりがなくともなんとなく親心に負わされた恐ろしい悔いが少しは軽くなったのでしょう池田様 憎いじゃありくせんか者はどんなやつでしょうなにわ屋を出ると玄太は職業意識を離れて悔しがるのですなにわ屋の娘が殺されたので小さらいの正体がはっきりしてきたよ大介と玄太の足は自然神明様の方に向きましたと向こうの方からかけてくるのは雨屋のセンタの張り切った姿ですまたやられたぜ五人目にさらわれたのは 新町の米屋東屋宗右衛門の孫娘おさよ重視になる子だまだやるのか許ししがたいくせ者だどこへいらっしゃるんです池田様はい玄太千太は裏へ回れ七賢町の路地を入ると池田大輔はまっすぐに師匠のおかつの家を指さしたのですごめんよ急ぎの用事だ玄太は格子戸に手をかけましたが 中からさんが降りていて、ガタピシするだけで容易には飽きません。おかつはちらっと姿を見せましたが、格子の外のげ太の意気込みの凄まじさに、ハッとしたものか、引き返して裏口へ裸足のまま飛び出すと、そこには雨屋の千太郎が、手ぐすね引いて待っているではありませんか。はい、こようだぞ。後ろから、おかつの体に飛びついて歯がいじめにするのを、 だよこそお勝は振り返りざま仙太郎の襟首を取って横殴りに叩きつけたのです。おそれは非凡の力でした。というよりは相手を女と見て仙太郎にも油断があったのです。雨箱を背負ったまま郷土ボ井戸の井戸側に叩きつけられてしばらくは動きが取れません。さあ <laughs> おれおは口汚くやっつけて。 二三歩駆け出しましたが家の中に知恵の足りない娘のお春を置いてきたことを思い出すと自分の身に降りかかる危険も忘れてパッと引き返しましたあまりに急な衝撃にそのあたりにまごまごしているお春を引っかかえた母親のおかつはそのまま裏口から外へ井戸そばにはまだどこかひどく打ったらしい千太郎が這い回っております それを尻目に駆け出したおかつ、は<っ>思わず立ち止まりました路地の出口にはいつの間に回ったか池田大輔の若くてたくましい姿が冷静そのもののように突っ立っているではありませんか師匠のおかつはその場に捕らえられ法のごとくお仕置きされました娘のお春は池田大輔が不憫に思って遠い 三りを探して田舎へ送り届けたということです一見落着してから源太と千太郎の尋ねるままに池田大輔はこう説明してやりました「師匠のお勝は自分の罪を棚にあげて今は幸せに暮らしている先の夫谷速の治兵とその女房のお蜜を恨み何か思い知らせようとしたのだ」。人にとっては 一人のお園を取られるほど大きなな悲しみはない。がいきなり八歳になる娘をさらったり殺したりしては誰の目にもおかつの仕業と分かるそこでお園をさらう前によろずや吉五郎の娘を隠して五両ゆすり次には自分の娘お春がさらわれたことにしたお春は,は知恵が足りないから何にも知らず一晩自分のうちの押し入れで寝かされ あくる朝はもう助けられたことになっているのだへえあきれたもんですね3人目もまだわやへ取りかからず役者くずれの又七郎の妹をさらったしかしこれは金を出しそうもなかったしあのおゆきという娘はなかなか食えないから長く留め置くと悪事が露見すると思ってすぐ返してしまったなるほどね4人目はいよいよ にやの娘に取り掛かったこれは最初から殺すつもりでやったが第一番目の駒物や吉五郎が黙って五両の金を出してくれたのでこのころからお勝はだんだん欲が出て十両という金をゆすり取りそれで足りなくてもう十両とふっかけた娘のお園はとうに殺してどこかの物置にでも隠しておいたことだろうふおん女ですね 何はやが二度目の金を出さないので今度は五人目の吾妻屋の孫娘をさらったがこの時はもう悪運が尽きて自分も縛られ吾妻屋の娘も押し入れの中から無事に助けられたのだ池田様はいつ頃からどんなきっかけでクセ者が起こすと分かりやした最初のお先をさらった時男と女と二人あり出ているが それがどうも一人二役と思えてならなかった。浄瑠璃の字のあるおかつは自由に太い声を出せるし、女だけれどもあの通りタバコが好きだから体もタバコ臭かろう。もう一つは女ながら滑覆が立派で女の子一人ぐらいは平気でさらっていける。へえ、いかにもそうでしたね。お先は抱きすくめられながら、くせ者の足数を。 感情をしているどうしても百七八十はあったはずだおかつのうちからお先のうちまではその半分もないだがそんな時悪知恵の回るくせ者はまっすぐに自分のうちからお先のうちへ行くだろうか隣の路地を入って遠回りをするとちょうど倍ほど遠くなるおかつはそれをやったのだへえ驚きましたねまだあるあのお先の目隠しにした 花見手拭いは去年の春芝口の町内で花見舟を出した時みんなに配った手拭いだと言った「他町の人は持っているはずはない」と言うけれど師匠のおかつは三味線を敷くために他町から選ばれたたった一人の芸人だなるほどね妙な取り物ではあったなあの女は自分の知恵と力に負けてとんでもない悪事を働き ととうとう身の破滅になったわけさ。池田大輔は時をあってこう結ぶのでした「野村古道作『池田大輔取物全集第七巻より『五人娘の行方』全文読み切り1955年刊行」。